待って、めちゃくちゃ天気いいやん。 FPV モード。お、あの人？この人誰？皆さんこんにちは、ゾウさんです。今回はですね、ドローンを使ってかくれんぼをしたいという企画をですね、先ほどちょうど思いついてですね、それをやっていきたいなと思っているんですけれども、今沖縄県のですね、宮古島っていうところの、島に来てましてですね、今ちょうど一人でホテルで撮影してるんですけれども、全然ちょっとメンバーがいないんで、ちょっと今緊急でですね、ちょっと動画を回してですね、ちょっとメンバー集めをしようかなと思ってます。ちょっと本当来れるかどうか分かんない、明日の明日とかだったんで、ちょっとキンキンで来れるか分かんないんですけども、一人ちょっとこう来れそうな人いるんで、ちょっと今から電話かけて集めてみたいな、ちょっと聞いてみたいと思います。いや、なんか福岡にいるみたいなんで、なんか多分ちょうどいいって感じで、ちょっと緊急でね来てもらって、ちょっとドローンの撮影とか言ってますけども、隠れてもらうっていうだけですね、のためにちょっと宮古島に来てもらうんで、実際に撮影合流してですね、ちょっと撮影していきたいと思います。はい、ということで、なんか翔ちゃんがですね、空港に着いたみたいなんで、迎えに行っていきたいと思います。お疲れ。もう昨日言われて来ました、ちゃんと。はい、翔ちゃんです。翔ちゃんです。じゃあ行きましょうか。行きましょう。はい、はい、ということで、今現場の方に到着したんですけれども、ここで、ドローンかくれんぼですね、ちょっとやっていきたいと思います。で、僕がですね、車の中からこのドローンで飛ばして探すんですけど、今回探すメンバーがですね、こちらの2人になります。あ、ピントが来てないですね。はい、ということで、ここからねちょっと探していきたいと思うんで、今からちょっと隠れてもらって、僕の方からですね、これドローンで探していきたいと思いますので、早速ねやっていきたいと思います。ドローンかくれんぼっていうことで、この辺なんかちょっと良さそうなんで、隠れてもらってドローンで探すっていう感じで、ちょっと見てみたいと思います。としては、僕が、ちょっと車の中で待って、5分くらい目つぶってみんなにちょっと隠れてもらう。で、僕が、ドローン飛ばして、みんなを探す。で、バッテリーが切れるまでに、探し切るという感じで、見つかると思うので、ちょっとわからない、一回やってみたいと思います。じゃあ行きましょう。じゃあちょっとね、5分経ったんで探していきたいと思います。ここで、一旦離陸っすね。じゃあちょっと探していきたいと思います。だいたいバッテリーがなくなるぐらいまでなんで、だいたい今回バッテリーが30分ぐらいですかね、結構持つんで、結構簡単に見つかると思ってるんですけど、ね、まずはね、やっぱちょっと上からっすよね、俯瞰で見ていきたいなと思います。いや、結構むずいな。いや、多分ですけど、この辺でしょ、どうせこの辺でしょ。おお、結構むずいぞこれ。大丈夫か。多分ドローンの音が聞こえるんですけど、近くにいますね。これここまで入ってこれないと思うんですけど、ちょっと音が聞こえてるんで心配です。これ結構むずいな。こっちには行かんよな、絶対。さすがに行かないよね。てかね、海が綺麗すぎる。あ、おおおおお、あの人？この人誰？あ、行ったやん。違うしてた。うわ、マジでむずい。4分ぐらい飛んでるけど、マジでむずいな。ちょっと、アクティブトラックしちゃいましょうか。こっち確認して、OK! アクティブトラック。おー、すげえ。かっこいい。え、さすがにこんなとこいないっすよね。いや。一人でドローンと楽しんでるやつみたいになってるやん。うわ、いねえな。待って、いねえぞこれ。 FPV モード。マジで見つからん。あかん、マジで見つからへん。見つかりません。無理やろ。どこ隠れてた。いや、もう岩場の中にガチで隠れてたんだ。いやドローン入れるそれ。もう一回やりたいな。2回戦はもうちょっと簡単なところにしよう。ギリドローンが入れるとこくらいで。そうやな、ギリドローンが入れるところでちょっと2回戦もね。 OK です。じゃあ2回戦いきましょう。15秒。
15秒。15秒ね、オッケー。じゃあ、いきますよ。よーい、スタート。はい。じゃあ、ちょっと時間ないんで、急いでちょっと隠れていきたいんですけど。13、14、15、はい、オッケー。かい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 。リリック。大丈夫か？オッケー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 、いけ。めちゃくちゃ天気、待って、めちゃくちゃ天気いいやん。やばすぎるやろ。やば。どこらへんかな。この辺とかは、いないっすね。うわ、綺麗。いいっすね、天気が晴れてて。あれ、ちょっとズームしてみちゃいました。あ、いましたね、一人。はい。はい。はい、ロックオン。ロックオンですね。はい、見つけました。消火写真やっぱね、撮っとかないといけない。はい、はい、見つけました。はい、いいっすね。じゃあ次が、いいっすね。次は、翔ちゃんだな。どこだ？あ、ドローンが来てしまった。やばい、これは見つかってしまったかもしれない。まさかの、あれあれこあれあれ、もしかして、あれ、あ、大久保いった、まさかの、まさかの、はい、見っけた。完全にちょっと見つかったんで戻っていきたいと思います。いや、見つけましたね。いや、余裕っすわ。いやー、2回目乾杯っすわ。乾杯です。普通におったな。いや、上から見たら結構でも探してかったけどな。いや、無事に見つけることができました。いや、でも結構やっぱおもろいな。ドローンかくれんぼありやな。てかもうそれよりも海が綺麗すぎて、もう探し、もうドローンかくれんぼやる場所じゃねえ。綺麗すぎる。海を見ろってなったな。隠れてる場合じゃない。そうそう、隠れてる場合じゃないっていう。あっちがもう綺麗すぎて。いや、でも隠れてる時とかめっちゃ綺麗かったけどな。はい、ということで今回のドローンかくれんぼは以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。海満喫しました。満喫しました。